インターネット無料のマンションに意外なデメリットが。はい、こんにちは、ハチノです。この動画では YouTube のコメント欄や私の LINE アットにいただいた質問やコメントに回答していきます。本日のメニューはこの5つですね。まず Gmail の Google アカウントの件でご質問ありました。あとストリームコインの NFT のね、移動させる、メタマスクに移動させるお話の件ですね。あとはリージョンネットワーク、こちらがまあ繋がらないっていう話なんだと思いますけれども、はい、質問が来ています。パイネットワーク KYC、 どうやらですね、バンコクではすぐになんか KYC が通りやすい、まあパスポートだからっていうことなのか、まあ国にもよるのかわかんないですけどね。なんか日本でなんで KYC 通らないのっていう、逆にこう疑問のね、質問が来ているような感じですっていうのと、あとはノードですね、はい、ノードでポート開放の件について質問が来ています。で、5つ目、スイットウォレットですね、運営の方から回答が来ましたということで共有してくださいましたので、こちらをね、皆さんに紹介したいと思います。はい、まずはこちらです。Gmail のね、アカウントの追加方法っていう動画にいただいたコメントなんですけども、新しく追加したアカウントで YouTube チャンネルを作ったとして収益化は可能なんですかというご質問なんですけども、結論的には、はい、可能ですとね。YouTube、Google アカウントごとに収益化可能です。だからね、例えば最初にまあアカウント、ご本人の多分名前で作ると思うんですけども、それでね、ユーザー、登録者1000人の動画再生4000時間の条件を満たせば収益化可能です。で、またね、そのアカウントでサブチャンネルを作ってもいいですし、もうサブじゃなくて別にアカウントを作り直して、その YouTube でまた収益化するのも全然できますので、はい。だからね、1個のアカウントで、まあ、メインとサブと分けて収益化するのも可能ですし、アカウントを2つ作ってそれぞれのアカウントで収益化することも、はい、可能なので、まあ、その辺はどう運営するか次第なので、はい、どちらでも可能ですと。はい、そして2つ目なんですけれども、昨日のね、ストリームコインのこうNFT をメタマスクに移動することできますかという質問に対して、ちょっとね、私もやったことがないので、ストリームコインの NFT については。で、こうやればできるんじゃないですかみたいなね、回答をしたんですけれども、それに対してね、こんなコメントをいただきました。いつもありがとうございます。STRM、ストリーム NFT はメタマスクで表示できないと聞きました。BS スキャンで出てきませんと。オープンシーでは ID が分かれば売買できるそうですが、私もあまり詳しくないので偉そうなことは言えないですが、つまりメタマスクに表示できなくてもオプシでは売買できると思うと知り合いから聞きました。ちなみにメタマスクに表示させる方法は何度も見ましたということでね。はい、だから残念ながらね、メタマスクへ移動っていうことはなんかできないみたいですけど、多分ね、メタマスクに移動してオープンシーに移動してオープンシーで売りたいっていうことが目的だとすれば、ね、この ID が分かればできるそうなので、ちょっとね、その方向で、はい、また、検索してみていただければと思います。ちょっとね、私も、ストリームコインの NFT ね、売買してないので、はい、ちょっとやり方がわからないので、もしくはね、日本語のテレグラム、公式テレグラムですね、日本の公式テレグラムの方で質問投げかけていただければ何らかの回答が得られるんじゃないかとね。結構NFT の売買やってる人たち、あそこで情報交換やっているっぽいので、はい、ただね、ストリームNFT マーケットプレイスでの売買だけかもしれないですね。オープンシーでやりましたっていうコメントはちょっと見てないかも。最近私もね、あんまりチェックしてないので、はい、もしね、どうしてもオープンシーで売りたいということであれば、ぜひね、日本の公式テレグラムの方で、はい、ちょっと問い合わせしてみていただけると何かしらのヒントが見つかるかもしれませんね。はい。
はい、そして3つ目ですけれども、こちらはリージョンネットワークですね。まず、このゲームたちなかなか面白いんですが、最初にもらえるトークンもメディア登録してもずっとゼロでもらえないみたいなんです。どこか間違えてるのですかねという質問で、その後ですかね、ウォレットに接続できてないのでしょうか、昨日からずっとゼロのままなんですかということなんですけれども、以前ですね、リージョンネットワークのコメント欄に多分あると思うんですけど、メディア登録してもね、ポイントがもらえないという問い合わせがありましたので、その時に回答動画作ってますので、そちらをね見ていただければと思います。このサムネイルの動画で、前半はねこのクレームに BNB が必要、ガス代が必要っていうお話なんですけど、後半でアプリが不安定で、そのね教育コンテンツ見たんだけどポイントが付与されないよということに対しての、回答動画になってますので、ぜひねこれを見て、はい、多分同じ症状だと思いますので、はい、解決の糸口が見えるんじゃないかと思います。まずはねこちらの動画見ていただければと思います。で、まあ、こちらの動画の中でも多分同じことを話してると思うんですけども、結局ですね、はい、ね、マイニングアプリの無料あるあるなので、まあ、繋がらないとかね、よくありますよっていうお話なので、ちょっとね、合わせてこちらの動画も見ていただけると、はい、解決策見つかると思います。はい。で、まあ、こちらの動画の中でもね、お話ししてますけれども、結局これなんですよね。アプリがうまく動かない場合って、大体この6つのことをやればね、解決しますと。はい、いうのでぜひねこの書かれている今表示している内容をやってみてください。で、特に今回はこのね6つ目のこのお話じゃないかとね、運営側の不具合なのか、あ、でも 前回っていうかこれの時は運営側関係なくて、結局ね自分のあのアプリの問題で、まあ要は、電源オンオフとかWi-Fi 切り替えとか、あとはアプリをね最新版にするとか再インストールしたら直ったというお話だったと思いますので、はい、やっぱりねこれが結構、はい、8割9割これで解決するんじゃないかと思いますので、ちょっとねやってみていただけたらと思います。はい、そしてこれがパイネットワークですね。昨日ですね、ちょっとパイネットワークね、私がパイネットワークの動画を YouTube にアップしてから、まあちょうど今日ですね、9月4日、2周年ということで、まあこちらの動画を撮ったんですけども、結構ね、いろんなことをお話ししています。で、特にですね、KYC ですね、KYC が日本ではかなりね、通らないと。で、パイネットワークのチャットの方にかなりね、KYC の審査が通らないんで、ネガティブなコメントがぞろぞろね、投稿されているっていう状況を、まあお話ししているんですけれども、どうやらですね、この方、バンコクに住んでいます。KYC 来てからパスポートで申請してすぐ通りました。バンコクの知人の日本人さんも同様です。審査通ってない方がそんなに多いとはびっくりですとね、いうことで、バンコクだともう全然ね、審査すぐ通ってるみたいです。っていうか、バンコクというよりやっぱりパスポートなんですかね。で、バンコクだとパスポートの所有率多いんですかね。日本はね、パスポートの所有率、なんか3割って言われていて、結構ね、身分証明書、やっぱり免許証もしくはマイナンバーが多いみたいなね、感じなので、で、免許証だとかなりね、すぐに通らないということが多いので、確かにね、パスポートで、1ヶ月待ってますとかっていうのあんまり見ないですよね。免許証の人は結構ね、ずっとなんか申請して1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月っていうのあるんですけれども、はい。なのでね。まあ、こちらの動画の中でもね、その辺のお話してますけども、やっぱりね、パスポートは通りやすいんだっていうことが、はい、これでね、はい、かなり、支持されてるんじゃないかと思います。はい。そしてもう一つですね、この動画の中で、ノード、ね、ノード補修のノードについても、ね、ちょっとお話をしてるんですけれども、やっぱりね、ノードで一番、苦労するのが、つまずくのが、ポート開放なんですよね。はい。で、まあ、結構うまくいかない方、まあ、特にね、パソコン慣れてない方だと、そもそもポート開放って何っていうところからね、勉強しなきゃいけないので、なかなか難しいんですけれども、はい。で、ポート開放がうまくいかないです。マンションの元の
マンションの元のモデムのポートも開放しないとダメですよね。自分のルーターのポート開放だけだとダメみたいということで、これ何を言ってるかっていうと、ポート開放っていうのが必要で、要は穴を開けるとね、インターネットのその接続に穴を開けなきゃいけないと、ね、全部オープンにしちゃうとね、ハッカーやら、ね、サイバー攻撃やらいろいろ攻撃されちゃうので、基本的にはこうファイアウォールっていうか、ね、壁を作って、外からの侵入をさせないようにしたいと。ただ必要な通信だけはしたいので、そのちょっとね穴を開けてあげて、その穴を通る通信は OK ですよという指示をしなきゃいけないんですけれども、その穴を開けるのにまずですね、パソコンの、まあ、セキュリティソフトとかで穴を開けるのが一つと、その後ですね、皆さん多分 Wi-Fi とかをね、インターネット契約、プロバイダーと契約して、まあ、Wi-Fi とか、まあ、インターネットのルーターもらうと思うんですけども、そのルーターにも穴を開けなきゃいけないと。で、通常ですと自分でね、部屋にっていうか、まあ、家にとか、まあ、部屋にもそうですけども、マンションとか、インターネット契約した時に自分で契約して、まあ、ルーターとかもらっている場合にはそのルーターの穴開けをすれば OK なんですけれども、このマンションインターネット無料ですよみたいなね、インターネット使い放題マンションみたいなところって、マンション自体がインターネットプロバイダーと契約して、でそこで一回ねルーターつないで各、部屋に割り振っているので、その場合ってマンション元のね、ここに書いてありますね、マンション元のモデムのポートを開放してあげないとね、穴を開けてあげないと、まあ通らないということになっていて、まあ、その場合はですね、まあどうしてもやりたいって言ったら、まあ大家さんと交渉して大家さんに開けてもらうとか、でも大家さんっていうよりも大体ね、大家さんも私もそうなんですけれども、契約してるんですよね、そういうサービスね、マンションでこうインターネット無料、各部屋に無料できますよみたいなやつって、大家さん自体がその業者と契約して、で業者にお任せしてるので、もしどうしてもそのインターネット無料マンションでポート開放したいってなったら、まあそうですね、どこまで交渉するか次第なんですけども、まあ一度大家さんにこうこうこれこれこういう理由でポート開放したいんだよっていうお話をして、で大家さんが OK って言ったら、多分大家さんからそのインターネットサービスの業者さんに話をしてもらって、でポート開放の時は多分その業者さんとご本人がね、何番のポートを開放してほしいとかっていうお願いをするんだと思いますけども、はい。ただね、そこまでまず大家さんが面倒を見てくれるかっていうのが一つと、まあ、大家さんが OK でもそのサービスを提供しているところがやってくれるかどうかっていうのはちょっとわかんないですね。やっぱりそのインターネット無料インターネットをサービスしてるくれるところって、こうハードウェアとかそういう設定とかはねやってくれると思うんですけれども、いちいちその何号室の回線の、まあ、ルーター穴開けしてくださいっていうお願いに対してはちょっとやってくれないんじゃないかなっていう気もしないでもないので、まあそこは交渉次第なのか、はい、もうどうしてもね、ポート開放したいということであれば、はい、ちょっとね大家さん経由で相談してみるのがいいんじゃないかと思います。ちょっと、かもしくはあとはね、自分でインターネットプロバイダー契約して自分で回線引いちゃえばね、それはもう問題ないと思いますので、まあただね、自分で回線引く場合も大家さんに一言多分お話しした方がいいのかなと思います。まあでもエアコンのパイプとか空いてるからそこから引き込めば大丈夫か。あ、でもマンションだとどうなんですかね。はい。というね、まあそういうことがあるので、はい。ちょっとね、インターネット無料のマンションで、ポート開放ができないと。で、そういう場合にどうしてもポート開放したいというときは、まあ、まずは大家さんに相談するっていうのと、あと自分でね、個別で、インターネットを引き込めばできないことはないと思うんですけど、多分その場合も結局はね、大家さんにやっぱり一言
自分で個別に契約したいんだけどみたいなお話をした方がいいんじゃないかと思いますので、はい、ちょっとね、だからインターネット無料のマンションってね、無料っていうメリットはあるんですけど、こういったね、何かこうちょっとマニアックなことしたいって言った時にこうすぐに対応できないっていうところは、はい、まあデメリットかなということが見えてきたんだと思います。はい、そして最後ですね、こちらがスウェットコイン、スウェットウォレットですね。はい、結構ね、未だにやっぱりうまく連携できないっていうことが多い中で、昨日はですね、確かの iPhone を機種変更、iPhone だったかな、あのスマホを機種変更して新しいスマホでやったんだけどうまくできませんということで、まあね、ちょっと私ならこういう風にやればできるんじゃないかっていう案を示してみたんですけども、結論的にはやっぱりダメだったということでしたね。取り上げてくださってありがとうございます。スウェットコインとスウェットウォレットのアプリをインストールし直して一からやってみましたが、やはりウォレットの方はログインできない、できませんでした。運営に問い合わせてもメールのリンクからログインできるとしか回答はもらえないので諦めました。幸いにも旧機種変更ではウォレットにログインできるので、ローンチ前に同期して受け取れそうですということなんで、まあそうですね、スウェットコインだってなんか会員数が1億1000万とかなんかね、そんでくらいいるので、まあそうですね、個別に多分問い合わせしてもこういうなんか定型文が返されるんでしょうね。はい。残念ながらそうですね、あの頼りの運営もまあお役所回答しかできないということなので、まあ、やっぱり最後は自分で解決するしかないんですかね。はい、そうですか。うん、まあということなので、ちょっとね、あのスウェットコイン、スウェットウォレット機種変更する場合はちょっとね注意が必要ですと、もしかしたら新しいスマホでスウェットウォレット使えない、まあ使えないっていうか連携、うまく連携できないね、いうことになるので、でその場合どうするんですかね。多分でも旧機種ではウォレットがログインできて、新しい機種ではだから別のウォレットになっちゃうと。はい、でその場合はどうするんですかね。旧機種のウォレットから新しい機種のウォレットに送金すれば新しいスマホでウォレットが使えるのか。でもそれだと今度スウェットコインと連携してないから、スウェットコインって稼いだね、コインスウェットがやっぱり旧機種を使い続けないとこうね、連携できないっていうことになるのかな。それ結構不便ですね。はい、まあその辺もいずれね、運営の方で何とかしてくれるのか。多分でも運営はもうこれしか回答してくれないんですよね。はい、ということで残念ながらね、スウェットコイン、まあどうなんですかね、たまたまこの方だけがこういう現象なのか、やっぱりもう機種変更すると連携できなくなっちゃうっていうことになると結構ね、うん、どうなんだろうっていう気はしますけれども、はい、まあこういうのもね、いずれやっぱりみんながね声を上げていかないと、運営側のでもね、そういうあの不具合が市場で出ているんだって気づかないと思うので、やっぱりね、あの運営には連絡してあげるべきじゃないかなと個人的にはね思いますと。ね、機種変更したらうまく連携できませんっていうのを、まあだからね、1億人の会員がいる中で、まあ、1000万人くらいそういうね問い合わせすればね、さすがにね、市場で1割もこんな不具合が出てるってなれば対応してくれると思いますので、やっぱりあの声を上げ続けるっていうのはね、第一じゃないかと思いますね。何でもかんでも、そう、選挙でもそうですけれども、ちゃんとね、言いたいことはこうね、声を出して、はい、伝えるっていうのは必要なんじゃないかと思いますので、はい、ちょっとね、あの直接の解決にはならなかったですけれども、やっぱね、こういう情報ってね、あの悩んでる人にとってはすごくね、あの助かる情報なんじゃないかと思って、あのちゃんとね、最後まであの結果を報告していただいたこの方に本当にね、ありがとうございますということで、まあ皆さんの方もね、あの質問だけじゃなくて結果的にあのこうなりましたとかね、あのこれでうまくいきましたとか、やっぱりこの方法ではダメでしたとか、そういった情報もやっぱりね、最後まで回答していただけると、まあ、同じ問題で悩んでる人にとっての解決策になるので、ぜひね、皆さんの方からあの質問だけじゃなくて、質問の結果、
解決できましたなのか解決できませんでしたなのかね、まあ、そういったところまでコメントいただけると、はい、あの私だけじゃなくて皆さんがね同じ問題を抱えている皆さんが、はい、あの解決できると思いますので、ぜひねそこまでフォローしていただければと思います。はい、ということでね、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。質問などはねコメント欄の方にあのお願いします。でテキストだけではねやっぱり回答が伝わりにくいかなといった場合は、まあ、動画で解説していきたいと思いますけれども、まあ、テキストだけでね回答できるものはちょっと動画にしませんので、その辺はねご了承ください。で今回の動画がね良かったよ、役に立ったよ、ためになったよという方はね、いいねボタンを押していただければと思います。またですね、情報を見逃さないようにするためにもぜひチャンネル登録ボタンも押しておいていただけたら嬉しいです。